で真実を問うだろう。魂を救うために傷ついて舐め合って、何が本当かわからない。いつの日か気づくだろう、本当の姿に。なるそう、君が君が手を伸ばす。
弦を作ったよ。外は寒いから、きっと美味しいはずだよ。でも今日に限って帰りが遅いやね。残業だったら仕方がないよね。いつもなら遅くなるって連絡くれるのに、珍しく今日見たい。
の声が聞こえる」「喜びも悲しみも全てを受け入れながら」「またきっと帰ってくるんだろうね」認める強さに気づく」
いにしてるってことに気づいてもいいよね。お金もない自分の愚かさに光がまた差したら君は戦える。鎖を引きちぎったら一歩踏み出すよ。岡本武史でした。ありがとうございました。三度目の夏が過ぎて二人の距離も縮まった。君はまた猫みたいにうーとうーとしてる。特にやることもないので、なんとなくテレビをつけてみる。好きな YouTuber ゲームの実況見ながら寝てる。何も笑えない。何をしても何を見ても君を思い出す。あの月の模様でさえも失うものが何もないならば、どれだけ幸せなんだろう。当たり前のことがわからない。そうだよ、僕も猫だ。もうくしゃくしゃで、僕より寝相が悪いよね。君はまた猫みたいにうーどんどんしてる。君の考えていることが怖くて何も探れない。何をしても何を見ても手がつかなくて壊れてしまいそうだよ。失うものが何もないならば、どれだけ幸せなんだろう。当たり前のことがわからない。そうだよ、僕も猫だ。そうだよ、僕も猫だ。それだけ幸せだったんだろう。当たり前のことに気づけない。やっぱり僕はバカだ。失うものが何もないならば、どれだけ幸せなんだろう。当たり前のことに気づけない。そうだよ、僕も猫だ。そうだよ、僕も猫だ。そうだよ、僕も猫だ。
本武史でした。ありがとうございました。